ニアックなこともできるし、かなりいじりがいはあるんだけど、難しいのが難点だよね。プロンプトの入力する箇所も複雑な構成にすると見失っちゃったりして、そういう時は Web UI の方がやりやすいなってなるよね。じゃあ今日はコンフィ UI だけど Web UI っぽく操作する方法を紹介していきましょうか。そんな方法があるの？はい、画像生成 AI 界隈でおなじみの西川さんがコンフィ UI を Web UI っぽく触ることができる HTML ファイルを公開してくれたので、今日はそちらを使って実際に画像を生成してみることまでしてみましょう。まずは今回の仕組みから説明していきますね。コンフィ UI には API というプログラムから操作できる仕組みが用意されています。今回西川さんが作成された画面は一見すると Web UI 風の画面ですが、これはユーザーからの入力を受け付ける役割を担っていて、この受け付けた操作をコンフィ UI 側の API と呼ばれる部分に流して、実際の画像生成はコンフィ UI 側では行われるようになります。なるほど、画像生成自体はコンフィ UI で行うのだけど、操作画面だけ別の画面から実施するようになっているんだね。そういうことです。このような構成とすることでコンフィ UI のちょっと敷居の高い画面を触らなくとも、コンフィ UI を使うことが可能となります。お、面白いね。では早速実際に使ってみようと思うのですが、今回のケースではコンフィ UI の API を外部から触る形となります。そのためコンフィ UI を起動時にこのようなオプションをつける必要があります。これを使うと外部から API を触ることができるようになるんだね。でも外部から触れるようになるということはセキュリティ的にリスクがあるということかな？そうですね、セキュリティ的な観点からは注意が必要です。ただ外部には公開しない状態で自宅で行う分には問題ありません。私はまだ試せていませんが、例えば Google コラボなどで外部からアクセスできるような URL が発行されるようなケースでは注意が必要となります。ここについて知識がない方は、外部に公開していない自宅のパソコンでのみ、必要な時に限定して利用する方が良いかもね。はい、気をつけてご利用ください。コンフィ UI でこのオプションをつけて公開した後はどうすればいいの？次にブラウザのタブを新たに開いて、そちらにこのインデックス HTML をドラッグ&ドロップしてください。お、 Web UI 的な画面が開かれた。画面にはコンフィ UI 側で読み込めるモデルなども表示されているね。これで準備はバッチリです。そしたら次は Web UI の画面のようにプロンプトを入力などして生成を押せば生成が開始されます。あれ、うまくいかない。今回生成に利用したのは SD1.5 のモデルですが、こちらの Web UI はデフォルトでの設定がフラックスモデル向けになっていますね。現状ネガティブプロンプトを入力する箇所がありません。 SD1.5 ではネガティブプロンプトは必須になってくるので、入力する箇所を追加してみました。ソースコードを追加して追加したのね。今度はバッチリ。基本的に今回の Web UI の画面自体はフラックスで画像生成をしたい場合にのみ利用するのが良いかと思います。確かに SD1.5 などのモデルであれば、既存のステーブルディフュージョン Web UI などで十分利用できるものね。そうなんです。ただフラックスだと現状はコンフィ UI が一歩抜きんでた状況になっており、いろいろとやりたいと思った際にはコンフィ UI を触ることになります。そういうケースでこの Web UI の画面を利用させていただくことで、より触りやすい画面で画像生成を試すことが可能となるでしょう。というわけで今回は西川さんが作成された HTML ファイルを用いてコンフィ UI を別の画面から触ってみるという試みをしてみました。こういった API という仕組みがあると、画面側を独自に作成したり、他にも独自の自動化ツールなども作成できそうで、いろいろとチャレンジしがいのある機能だね。そうですね、可能性は無限大だと思います。ちなみにステーブルディフュージョン Web UI にも API の仕組みはあります。自分で何かを作ってみるのも楽しいので、もしこの API を利用して独自のツールを作られている方がいましたら、コメントで教えてくださいね。こちらのチャンネルでは今回のように画像生成 AI ニュースや AI 実写化などの動画を日々投稿しています。面白いと思ったら
ぜひチャンネル登録もしていただけると励みになりますので、よろしくお願いします。それでは、また次の動画で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。